ンチーズケーキバレンタイン編。クリームチーズ 200g を常温にしておきます。バターを 10g、 オートミール 20g をフライパンに入れてよくなじむように炒めます。炒めたオートミールを直径12センチくらいのアルミ容器に2つ分けて平らにして入れます。クリームチーズの入ったボウルに卵1個、蜂蜜大さじ2、レモン汁大さじ2、全部入れて混ぜたら、先ほどのオートミールの容器に分けて入れます。オーブンレンジに入れて180度25分焼いたら、粗熱を取って3時間冷やします。冷やしたケーキの上にプレーンヨーグルトを塗ります。1つにつき大さじ1で塗ってください。いちご4個をスライスします。スライスしたいちごをケーキの上に並べて、削ったチョコレート、ブラックチョコだね、これを 5g 分乗せたら完成です。今回はちょっとダイエット向きではないかもしれないけど、食べるならカロリーを減らして砂糖を蜂蜜にしたり、少し健康寄りなケーキにしてみました。バレンタインも近いしね、量があるので冷凍保存すると少し持ちます。なのでご家族と一緒にどうですか？今日も来てくれてありがとうございます。毎日いろいろ考えるのが楽しくて、そんな幸せな時間をいつも一緒に楽しんでくださってありがとうございます。これからも頑張るので、いいねやチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。でんより。